香港で刑事事件の容疑者を中国本土へ引き渡すことができる逃亡犯条例に反対して市民ら200万人が参加する大規模デモが発生した。これを受けてキャリー・ラム行政長官は条例改正の延期を決定したが、行政長官の辞任と完全撤回を求める市民の怒りは収まっていない。今回のザ・ファクトはこのデモの中心人物の一人で民主活動家のアルバート・ホー氏に電話インタビューをした幸福の科学国際政治局の小林真由美氏に話を聞いた。まず今回取材したですね、アルバート・ホーさんについて教えていただけますか。はい、アルバート・ホーさんは今回の逃亡犯条例改正反対デモの主催者の一人でもあって、はい、あと日頃からですね、これまでもずっと天安門事件の時から、天安門事件の時アルバート・ホーさんは香港にいたんですけども、はい、その天安門事件の、犠牲者の方、まあ被害に遭った方々の海外の亡命をその当時から助けられていたような形で30年間もずっとですね活動されてこられた香港のも民主活動のリーダー中のリーダーという形で、私は台湾でこの方に会ったんですけども、はい、世界中から中国民主活動家が集まっていたんですけど、皆さんがホーさんのおかげで海外に亡命ができたっていうふうにすごく感謝をされてまして、なので全世界の中国民主活動家のこう絶大な信頼を得てる方だと思います。 They said that the protest as final fight, but could you tell us your message to the people who support you all around the world? I won't see it as the last fight because the fight will continue. So until we are silenced, we will keep on making our voices heard. And we always cherish the hope.At a time when we are struggling to maintain our survival and existence together, you know, with the exercise of freedom, there is always the hope and there is always a chance that there will be change in mainland China. We never know when it will happen. But I always believe that the communist regime exercising such unbelievable dictatorial power will last long.Resistance within China. So while we will continue to speak out, we hope that there is hope. But we always hope that there will be change in the situation in China and the situation in Hong Kong.アルバート・ホーさんは取材の中で何度も繰り返しおっしゃっていたことが、自分たちは香港の人たちのためだけにこの活動をしているんじゃなくって、中国で拘束されて沈黙させられている人たちの声を代弁するためにこの活動を続けているというふうに何度もおっしゃっていました。そのやっぱりこう中国で苦しんでいる人たちを解放したいという思いが本当にそのインタビューも全体にずっとこう一貫してありまして、それがすごく感動的でした。私はアルバート・ホーさんは正しく愛国心を持っている方だなっていうふうに思います。っていうのは香港は中国の一部という、一部なので香港人でありなおかつ中国に対しても責任を持っているっていうような意識があるんですね。ただ若い人たち皆さん活動中国共産党を変えたいと思いはあるんですけども、自分たちは香港人であって中国人ではないとこう距離を取ることで自分たちの安全を守ろうっていうふうな考え方を持っている人もいます。ただアルバート・ホーさんに関しては自分たちの活動で中国を変えていくって思いがすごくある方ですね。私たち国の科学では中国が今優別論と無神論の国家で、本当にひどい人権弾圧が行われている、この現状を変えていくために香港と、あと台湾ですねがすごく重要な役割を担っているというふうに思っています。実際に8年前になるんですけども、私たち幸福の科学の大川隆法総裁が香港に行ってそこで英語講演をしました。そこでですね、香港の人たちは中国の潜在役になることができるというふうな内容のお話をされました。 People who experience a lot about the prosperity will teach another people the prosperityand the method of how to prosper in this world. You are the teacher of
you are the one portion of the Great China, but you are the teacher of Great China, and you can teach China, all China people. If Hong Kong people can lead a lot of Chinese people to the future, you can remake this country and make happier and happier people of this country. 日本にできることって何かあるんでしょうか。そうですね、実際にアルバート・ホーさんに取材した時にですね、やはり日本にも行動を起こしてほしいっていうふうなことをおっしゃっていました。 What do you think that Japanese government should do to support Hong Kong people who fight against Chinese Communist Party? In fact, we will be issuing a letter to request the Japanese Prime Minister to present a message to Xi Jinping on behalf of Hong Kong people that this extradition bill is hurting Hong Kong or even destroying Hong Kong. And I hope that he could hear the voice of our 1 million people who march on the street and be sensible enough to withdraw the bill. Now this is an important platform, G20.アルバート・ホーさんに日本に求めることを聞いたときにものすごく明確だったんですよね。やはりこの香港の問題に対して日本も声を上げてほしいということ、また実際にもし香港がその政治難民を生み出すような場所になってしまったときには、その政治難民とかそういうふうな人たちを受け入れる器作りを進めてほしいというふうに、明確に即答されました。それがすごく印象的でした。やはり正義は何かっていうのを海外に発信するのが日本の使命だと思うので、そういうふうな使命を果たせる日本になっていかないといけないなと思います。私は、香港から自由がなくなったら次は台湾に来るとは思ってるし、台湾が落ちたらいよいよ尖閣から沖縄に来ると思っています。だからこれは日本の将来を考えた上でも真剣に考えなければいけないと思います。日本が国家として自立し、正しい発信を世界にする、それこそが我々の不釈神明、やり続ければならないことです。